今日はですね、タイトルにもあるように細見家紋帳から見る地域の歴史、という題で、報告、講演させていただきます。基本的にですね、皆さんに資料をお配りしておりますけれども、文字がいっぱい書いてあるものに関しては、今回ですね、パワーポイント作ってきましたので、そちらをご覧いただければと思います。表とか図に関しては、手元で見た方が見やすいなと思いますので、その点については、見ていただければ、適宜見ていただければと思います。はい、それではですね、初めにですけれども、今回の講座はどういうお話をするのかという点をまず少しお話ししていきたいと思います。今回は俳人細見綾子さんの生家、青垣町の東芦田に所蔵されている細見家紋帳というものを用いて、丹波そして青垣地域の歴史についてお話ししていこうと思います。で、地元の皆さんはもう ご存知の方かと思いますけれども、俳人の細見綾子さんという方がいらっしゃいます。簡単に略歴をまとめましたけれども、昭和40年、1907年ですね、3月31日に兵庫県の氷上郡芦田村に、父細見喜一さんと母の鳥さんの長女として生まれました。で、大正12年、1923年に貝原高等女学校を卒業して、その後に日本女子大の国文科に入学するということで、その後、1927年に卒業されています。この時期に太田正一さんという方とご結婚されて、かなりですね、東芦田にあるお家もかなり裕福なお家だったということもあって、太田さんを婿養子として迎えて、東京本郷の小石川原町に住まわれていたということです。この後の時期からですね、少し悲劇といいましょうか、悲しい出来事が相次いで起こるということでして、大正9年ですね、1920年に、父親が、お父さんが亡くなって、これはあれですね、大学に入る前ですけれども、それが、お父さんが亡くなり、昭和4年ですね、1929年にはお母さんと、旦那さんもお亡くなりになったと。ということで、その後、帰郷後病も得まして長い療養生活を送りました。そのですね、療養生活の間に、お医者さん主治医であります、田村正斎の勧めもあって、俳句を始めたというふうにされています。でまたですね、この後大阪に移るんですけれども、そこでですね、当時の関西の俳壇の中でもかなり有力な人だったようですけれども、松瀬清生という方がいらっしゃって、その方に指導も受けたということです。で、この後のですね、業績に関してはもうたくさんいろいろあるのでいちいち説明はできないんですけれども、いろんなですね、俳句で賞も取られているというような非常に高名な俳人の方です。で平成9年ですね、1997年に埼玉県日高市で、病気でお亡くなりになられたと。この時90歳だったということです。で、そのですね、綾子さんの生家と蔵というものを次に見ていきたいと思います。現状どうなっているのかということなんですけれども、平成27年の7月にご遺族の方から生家の土地、建物と今後の永続的な施設管理並びに市の文化振興ですね、そういうものに寄与するためにと寄付があって、成果の活用については俳人細見綾子の研修を行うとともに文化的価値を地域資源として生かして丹波市の市民の皆さんの芸術文化向上及び発展に資することを目的として平成29年度に現状のですね、成果とかの趣を残しつつ見学施設用としてですね、リノベーションを行ったということになっています。これが今の姿ですね、生家の写真になっています。彼女の書いたものですね、私もそこまで見落とせているわけではないんですけれども、綾子さん自身は自分のお家のことを、田舎の大きな家だったというふうに、振り返っておられるようです。で、次ですね、これが敷地内に2棟蔵がありまして、この中にですね、今回報告で用いる資料も
保管されていたんですけれども、まあ、こういう、枕が2棟、敷地内に建っていると。で、細見綾子さんの代表的な俳句の一つに、系統三尺離れ物を思うというものが あるようです。私あまり俳句の素養がそこまでないので、なかなか趣深い俳句だと思うんですけれども、なかなかどういう意味かとちゃんと説明しないと難しいんですけれども、この俳句自体は昭和21年の晩秋の午後に作成されたというふうに言われまして、注目すべきところは彼女は後にも、介護でですね、この系統をですね、俳句に現れされている系統というものは故郷の家の、土蔵土蔵の白壁お城に立っていたんだというように書いておりまして、彼女にとってもお家の中の蔵というのは一つ思い出に残るようなようなそういうものだったというふうに思われます。はい。で、ここからが本題といいましょうか。蔵の中に保管されていた細見家文書についてですけれども、2020年度より、神戸大学も入りながら蔵内の文書の調査を開始しております。コロナの影響もありましてなかなかそこまで現状進んでいるわけではないんですけれども、いろんな資料が出てきているということです。また、今回ですねいろいろ調べていくうちに分かったのは、まだですね文書の全容は分からないんですけれども、やはり綾子さん関係の資料が多く残っているんだということまでは分かっています。さらに、気になることが一つありまして、生家の所蔵の文書とは別に、兵庫県歴史博物館ですね、姫路の方にある歴史博物館にも東芦田村文書というものはかなりの点数保管されているということが調べているうちに分かりました。で、私も少し見たんですけれども、おそらく本来は一つの文書群として東芦田村の細見家文書というものとして、残っていたんだろうと思われます。そこのですね県立博物館歴史博物館に残っているのは江戸から明治期の文書がたくさん残っておりまして、それに対するですね蔵内の文書というのは大正から昭和期のものがかなり多く残っているということで、一つ対比にはなっているんですけれども、合わせると、江戸から、近世から近代江戸時代からもう昭和ぐらいまで、一通り分かるような資料がたくさん残っているというような状況になっています。ですので、必ずしもですね、全てのこう文書を見ていると細見綾子さんの検証にとどまることないこの細見家やあるいは、芦田村、そして、この後も見ていきますけれども青垣地域や丹波の歴史について考えるためにも非常に重要な資料がたくさん残っているんだということが分かってきました。ですので、非常にですね有名な細見綾子さんの検証にとどまらないような多様な価値がおそらくあるんだろうということです。で、こうしたですね、たくさんの資料を見ていく中で今日皆さんの前でどういうお話ができるのかなというのをいろいろ思案していたんですけれども、私なかなか俳句の素養などもないので今回ですね、いろんな資料を見ていく中で目に留まったのが、細見喜一さんという綾子さんのお父さんですね。綾子さんのお父さんが残された日誌です。これが割と継続的に書かれておりまして、明治時代ですね、明治の12年頃から明治の終わり40年ぐらいまで継続的に書かれているということで、これはなかなか面白いぞということで一つ注目しました。で、細見喜一さんですね、どんな方なのかということで、綾子さんのお父さんなんでそれなりになんか調べればいろいろ出てくるかなと思ったんですけれども、あまり文献ではそこまでですね、喜一さんについては書かれておりませんでした。現状分かっていることとしては、父、細見和平次さんという方がいらっしゃいまして、その細見和平次さんとお母さんのちょっと名前は不明ですけれども、その人のもとに慶応元年5月15日に生まれたということが分かっています。で、大正9年、先ほどの綾子さんの紹介のところでも述べましたけれども、大正9年に病死されたということです。また東芦田、芦田村の3代目の村長を明治29年から30年の間務めています。
すみません、これ1869年ではないですね、間違えておりますけれども、1896年ですね、申し訳ないです。で、その後明治の後半、明治44年から大正3年までの間、氷上郡の郡会議員としてご活躍されたということも分かっています。ですので、氷上郡という郡レベルの郡単位の政治にも関係するような地域の有力者だったんだという、非常にまあ重要な人物であるということが分かります。で、ここからと言いましょうか、今日のテーマですけれども、今回は、明治前期の学校や教育について少しお話ししたいというふうに思います。先ほど日誌を少し見ましたけれども、細見喜一さんが学生時代に記した日誌が残っておりますので、それを用いて、明治前期ですね、1870年くらいから1880年代ぐらいの青垣地域の学校や教育について少し考えてみたいなと。先ほど申し上げました通り、いろんな価値があるんだろうと思いますので、何か一つ絞ってということで、今日は学校教育について報告する次第です。またですね、こうした、細見喜一さんの小学生時代の前提として、まず学校を建てるという話が当然出てきますので、その前提となる、学校教育のことを、彩子さんの、お父さんじゃなくて、おじいさんですね、喜一さんのお父さんで、彩子さんから見ればおじいさんになりますけれども、細見は平治さんが関わった小学校設立についても、その前提として触れていきたいと思います。なので、まとめますと、前半は平治さんの小学校設立に関わる動向、後半は喜一さんの学生生活というものを今日はお話ししていきます。まだまだね、調査中のお話ですので、まとまりのある話にはならないかもしれませんけれども、何かですね、ここの細見家文書の面白さが少しでも伝わればというふうに思っていますので、お付き合いいただければ幸いです。親子2代の活動をことで、細見家文書の可能性というものを見ていきたいなと思います。はい、ということで、第1章は、明治前期の学校設立、高倉小学校と細見は平治というものです。はい、まず少し前提となる話になってしまうんですけれども、なかなか当時の学校とか教育って今とかなり違いますので、前提となる説明がないとちょっと分かりにくいと思うので、まず学生の発布というところからいきたいと思います。学生というのは、明治政府が出した初めての教育に関わる体系的な政策の一つとなっています。明治5年の8月に政府は学生というものを発布しました。学生の序文に学事奨励に関する仰せ入れ書というものがありまして、それを見ることで当時どういう教育が目指されていたのかということを確認しておきたいと思います。学生序文には次のように書いてあります。人々自らその身を立て、その産を治め、その業なりわいを盛んにして、もってその性を遂ぐるゆえんのものは他なし、身を治め、地を開き、祭儀を長ずるによるなり。しかしてその身を治め、地を開き、祭儀を長ずるは学にあらざればあたわずということで、学ぶことの意味というものを個人の立身出世であるとか、あるいは家業の繁栄、そういったものは学ぶことを学によるんだということをまず言います。そうした一方でですね、従来武士が藩校などで行ってきた儒学を中心とする学問について、学問について文明の普及を妨げ、産業を低迷させている原因であるということで、否定していくというのが次のところになります。これまで その武士がやっているような学問というのは、国家のために巣と唱え、身を立つるの元たるを知らずして、あるいは師匠起床の末に走り、空理巨断の音に陥り、その論交渉に似たりといえども、これを身に行いことに施すことあたわざるもの少なからず、これすなわち演習の周平にして文明あまねからず、祭芸の超絶して貧乏破産、そうかの音大きいところなりということで、
まあ、これまでの学問というのは、なんか国家のためにやるんだとか言ってるけれども、なんかこう難しい文章を暗記したりとか、いろんななんか実態伴わないことをやっていて、それが生活に直結するようなことを全然してないじゃないかということで、そういうものはまあ学問として良くないんだということで、これからまあ実学ですね、身の伴うものが必要なんだということを学生で述べます。従来の学問は国家のために使徒となうるをもって学費及びその衣食のように至るまで多く官に依頼してきたということで、まあ、国家のためにするから国家からお金をちゃんと出して学ばしてたけれども、今回からそうではないと、学生においては国家のためではない、これまで先に述べたように個人のための学問というものがここでは強調されます。自己以後一般の人民か士族農耕商及び婦女子必ず村に富岳のとなく家に富岳の人なからしめんことを期すということで、全員まあ義務として教育を受けなさいということを言います。ここまでのことをまとめますと、義務教育というものを推奨するんですけれども、それにもかかわらずそれは個人個人住民の自己負担にしてくださいよということでして、なかなか今だと考えにくいことかもしれませんけれども、教育は私事の領域です。なので、私事の領域だけれども私事の領域なのでそれは自分でやってくださいよ、ただし義務なので全員やってくださいよというような、なかなかですね、まあ、多分おそらく、当時政府そこまで財源の余裕がなかったので、国家負担で義務教育させるということが非常に難しかったと思うんですけれども、こういったですねなかなか無茶ぶりをしてくるというような状況になっています。こうした学生の制限に基づいて学区というものが設置されました。学区というのは、まあ、簡単に書きましたけれども、全国を8つの大学区に分けまして、その下に中学区というものを置きます。で、中学区の中に小学区を置くということで、1つの中学区に210の小学区を設けると。で、その小学区のところに小学校を置くっていうふうになっています。特学局とか、まあ、学区取締役などの独自の機関を、まあ、文部省が置いて、まあ、かなりですね中央集権的に教育行政を打ち立てようとしたということになっています。この当時、この地域というのは豊岡県という、県に、まあ、付属していたんですけれども、豊岡県丹波国は第三大学区に含まれまして、三上滝、あまたの三君というのが第26番中学区に該当していました。では豊岡県はどういうふうに学校を作っていこうとしたのかというのを次に確認していきたいと思います。豊岡県は学生が出された後にすぐに布告というものを出しています。それがまあ資料1番になりますけれども、まあ、パワーポイントにちゃんと載せていますので、そちらを見ていただければと思います。先般大中小学校設立の義旺盛でいられ候については、2つの通り数箇所においてあまたの中小学、愛設けるべき申すはずのところ民費をもって一時に建設の義は容易に行われがたき次第につき小より大に及ぼし少なきより大きに至らしむ意味をもって9県下11箇所に本般取り調べの上当分差の場所において小学校を、まあ、設けるということを言います。少し、まあ、難しい文章かもしれませんけれども、まあ、民費というものが言葉が出てきましたけれども、これはまあ地域住民の出すお金、地域住民の負担だというふうに捉えていただければと思います。まあ、訳しますといきなりたくさんの学校を設立するというのはかなり難しいことですので、9県ですね、豊岡県というのができる明治6年の前は生野県、伊豆市県、豊岡県、村岡県、久美浜県、宮津県で舞鶴県、峰山県、笹山県、福知山県、貝原県というような県が存在して、それらが合併して豊岡県ができるんですけれども、その9県にですね1校ずつ小学校を設けるということを言います。今の感覚からするとそんな広域の小学校があるのかというふうに思うかと思うんですけれども、とりあえずまあそういったところから手始めて始めていこうと
いうことを豊岡県は言います。4月には小学校創立につき取り調べ方達しというものを出しまして、一小区内に小学校1か所ずつ延期に建設総量を用意いたしたしということで、小区ごとに設立を急ぎました。小区といっても何のこっちゃわからないかなというふうに思うんですけれども、この時は大区小区制というような地方制度が施行されていました。明治4年に廃藩置県が行われますけれども、その後にですね、明治5年にこの後明治11年に地方参政法というものが公布されるまで、日本国内の地方行政の在り方は大区小区制という、不思議な制度が取られていました。これは、簡単に言いますと、ある府県の複数の大区、ある府県を複数の大区に分割して、それをさらに複数の小区に分割して区画を編成するようなものになっています。これはお配りした表と図ですね、それぞれ1番を見ていただけると一目瞭然かなと思います。表位置を見ていただければ分かると思うんですけれども、当時ですね、江戸時代の近世の所領というのはかなり複雑に入り組んでおりまして、村ごとに藩主が異なるとか、幕領であるとか全然違うような状況でして、かなりモザイク状の世界になっていたんですけれども、それがですね、こういった小区というものを作って、村ごとにまとまりを作りましょうというのが大区小区制です。図で表すと分かる、表したのが10ページと書いてあるところですけれども、ある程度のこう空間を一つの小区にまとめますよということで、豊岡県としてはこの1小区ごとに一つ小学校を作ろうというのが当時の方針でした。おそらく政府の方針からすれば、2、3村、3つぐらいの村に1つは小学校を作らなくちゃいけないんですけど、そんな余裕がないので、とりあえず1小区ごとに作りましょうという話です。はい、パワーポイントに戻りますけれども、こういったですね、大区小区というものを作って、各大区や小区の区長や区長などの、村役員みたいな人を置きました。はい、でその後ですね、明治6年の5月には小学区を下のように、指定しました。第18大区というのが氷上郡が入る大区なんですけれども、第18大区の区内に8つの小区がありますが、その学区をさらに66から105番までの40小学区を設置するということで、さっきは1小区ごとに1校って言ってたんですけれども、政府の命令通り小学区というさらに小さい単位を設けますということを指定します。ただやっぱり余裕がなかったようで、豊岡県としてはもっとゆっくり学校を作りたかったというのが次のところです。少し難しい文章がありますけれども、解説しながら読みますが、昨年来富岳の儀ということで、学問を普及させるような命令が出されたということで、毎度後2つ相なり、それぞれ建設いたすべきところ、当館内の儀は三館の壁数に位置、文明世上の形成に通ぜず、しかのみならず旧坊の者各村10居8居ついに学問の何者だるを弁知する者ほとんど、奇遇有志の友その費用の大きに驚き手を置くところを知らざるの勢い、到底建設の場合に立ち至りがたしべしと、かかり、官員も一層奮発、百歩を設備を相加え、ついにこの説に至り、おいおい高額の状態に推移総来度も、ご規則の通り、許可の学校は急速あたかも便ずるところにこれなし、地形人情を見適宜に処して戸籍区分に照らし、館内21大区117小区1大区に1小学校を置き、三木校官校となし、1小区に市校を置き、万事、三木校より、取り扱わさせ候いたし、
しっかり民費を持って維持すべきつもりということで、まあ、訳しますと、まあ、三冠の僻地で文明正常の形成が通じないので、まあ、貧窮のものもしかも多いと、そういう当地方では、まあ、規則通りたくさんの小学校を作るっていうのは、まあ、かなり困難なので、一大学ですね、大学に一小学を置いて、それをまあ中心的な学校として、その下の小学ですね、先ほどあの地図で見たような1から8番まで打ってありますけれども、それごとに一つ小学校を置きたいというようなことを、それでまず一時しのぎをしたいと。で、学校というのは、まあ、住民の負担で、一応負担で維持するつもりですよと言いながら、次ですね、ついては前条申し上げ候通り、大概旧坊舎の中止をもって開校いたし候までにして、前時生態立ち至るべし見据えもこれなきにつき、格別のご詮議をもって委託金お下げ渡し、相なり将来はなおまた古部誘導の手柄と相なり、終章一同を間伐講義いたすべしやと、存じ候間ということで、まあ、一応住民たちの負担で学校を建てますけれども、それだけだとやっぱり苦しいので、政府から補助金を出してほしいというようなことを願っています。で、これは一応あの許可されたようで、まあ、幾分かあの政府からも補助金委託金というものが出されたようです。でですね、続きに見るのが明治6年時点で、どういったですね、小学校がどれぐらい作られていて、就学率はどれぐらいだったのかというのが次の表ですね。あの少し、ま、小さいので、お渡しした表を見ていただけると、表の2番と3番になります。まずですね、あの表の3番を見てほしいんですけれども、表の3番は兵庫県、豊岡県、そして今の、まあ、播磨の国を中心とした鹿間県というものが当時ありましたけれども、それのですね、3県を比較した表ですね、明治6年末の段階の統計ですけれども、これを見ると、表の、右から2番目の就学率というのがあると思います。これだけ見ますと、兵庫県が 50% で鹿間県が 58% なのに対して、豊岡県は、なの機関にも入っている 豊岡県は 22% にとどまっているということで、まあ、本来学校に通うべき人が5人に1人ぐらいしか就学していないという状況があるということで、これだけ見るとあのやっぱり山間の地域で、まあ、農村でもありますから、なかなかですね、そんな学校なんて行ってられるかというような状況だったと思うんですけれども、一方でですね、注目したいのは表の2番ですね。表の2番は、明治9年5年から9年にかけてどれだけ小学校があの作られていったのかという、そういう進捗率を表した表になります。まあ、進捗率といってもあの明治9年の数をもとに、どれだけその明治9年の数に近づいたかという、そういう表になっているんですけれども、丹波はですね、明治7年の時点で、まあ、黄色い印つけてると思いますけれども、まあ、93% を達成しているということで、まあ、丹波のそもそも小学校が少ないのかもしれませんけれども、進み具合としてはかなり早い段階から小学校自体はどんどん作られているんだということで、ここではですね、小学校どんどん作られているのになぜか、就学率はあまり高くないというような謎の状況が生まれているわけです。ただ、まあ、今回はですね、この小学校がたくさん早い段階から作られているということに注目したいと思います。多くのですね、というも日本全国そうですけれども、当時そんな地域住民お金がないわけですから、そんな簡単に小学校が作れないわけです。にもかかわらずこんだけですね、小学校どんどん作られていってるというのは、一つ氷上の特徴として見ていくところかなと思ってますので、続いて小学校の新築と費用負担の論理というものについて見ていきたいと思います。明治9年時点の兵庫県域ではどのような校舎が設立されたのかというのが表の4番になります。
これは摂津の国から淡路の国まで五国のまとめたものになりますけれども、どんだけ新築の学校があったのかっていうのと、新築されずに民家を借用して使ってたり、あるいは寺院ですね、多分あの寺小屋としてもともと使ってたところをそのまま小学校として使っているというところがかなり多いんですけれども、そういう表になっています。でこの表を見ていきますと、校舎を新築している学校217校に対して、民家や寺院の利用をしている学校が572校ということで、7割ぐらいは新しく学校を作るのではなくて、それまであった何らかの教育施設をそのまま使っているというような状況です。なぜかと言いますと、これまで説明してきた通りお金がないからですね。費用のかかる学校の新築というのは極力したくないということです。で、ここでも注目したいのは丹波の数字ですね。丹波は新築の学校が38校ありまして、これは丹波の小学校全体の 55% は新築なんだということで、これもですね、他の地域と比べますとかなり高い数値になっているということで、これは一体なんでなのかというのが、今回もう少し深めていきたいところです。なんで新築の学校を作らなくちゃいけないの、そのままお寺とか民家使っとけばいいじゃないかというような思う方もいらっしゃると思うんですけれども、新築校舎を新築する必要性を豊岡県は次のように書いております。校舎建設は生徒神秘の関係するところなりといえども、現行の景況たる多くは寺院民家等を借り受け、仮に学校となすもの教愛にして立ち退きの余地なく、動作身体その常を失い、健康保存その方を誤るものあり、建設成績を示し将来改造の古年なきよう古部誘導を務めずんばあるべからずというように述べておりまして、校舎のそもそもやはり広さがないと、たくさんの生徒が来ることもできませんので、その就学率にもかなり影響しているということです。なので、それに加えて、狭いところで多くの、生徒が集まるというのもなかなか身動きも取れずに、健康的にも良くないんだということで、やはりある程度ちゃんとした教育ができるような新築のちゃんとした校舎が必要ですというのが豊岡県が言っていることです。何度も先ほどから申し上げておりますけれども、そうは言うけれども校舎は新築すること大事だけれども、そんな簡単にできませんよという事情をもう少しだけ詳しく説明していきたいと思います。当時どうやって小学校を建てるかというとですね、一番基本になるのは小学生たち、そのお家が払う授業料ですね。授業料を払ってもらって、それによって、校舎を建てる費用にするということなんですけれども、そもそもですね、就学率があまり良くないということなので、新築の校舎も建てるの難しいだろうということがまず1点です。なので、授業料に頼ることはそもそもかなり難しいということです。で続いてが、地域負担でじゃあ出せばいいじゃないかということなんですけれども、これもですね、なかなか難しかったのではないかと思います。そこにも書きましたけれども、行政区と小学区というものが一致していない状況が当時ありました。表の5番というのが、豊岡県第18大区の小学区ですねを示したものになっています。この氷上地域のですね、小学校を極力まとめたんですけれども、かなり昔のことなので、文献によって情報が違ったりしまして、とりあえず氷上郡史を基礎に作りましたけれども、なかなかちょっと大体の傾向だと思って見ていただければいいかなと思います。で、この表5番を見ていただいて、一番上の方にですね、
刷新社というような学校があると思います。これが明治6年に作られた、東芦田に建てられた開かれた学校なんですけれども、この学校の学区としては小谷村、東芦田村、田稲葉村、そして口塩区村というような4つの村から通学している子どもたちがいたということで、ここが一つの小学区として設置されていたようなんですけれども、その表のですね、刷新社と書いてある横の小区の番号を見てほしいんですけれども、これによりますと、小谷村以外の村は、第5小区なんですけれども、小谷村は、第7小区になっているということでして、行政の単位としてですね、当時設置されていた小区と、小学区がずれているということですね。なので刷新社には第7小区の小谷村も来れば、第5小区の東芦田村からも人たち、生徒が通うということで、なかなかですね、ここの一致していない状況が当時あったので、なかなかこう地域住民に負担を求めるときもずれが生じて問題が出てきたんじゃないかなと思われます。しかもその表を見ていると分かると思うんですけれども、その小学区自体もその通っている村がだんだんこう変化していって、より多くの生徒が通うような小学区が設置されることもあれば、どんどんですね、教育になっていくこともありますので、あんまり安定していないんだろうということがこの表からは分かります。で、続いてですけれども、少し難しい話になってしまうかもしれませんが、そもそもですね、当時教育に関する費用というのは個人であるとか、あるいは家が負担すべきというのが、社会的な常識だったようです。江戸時代においても百姓や町人というのは、寺子屋に通ったりだとかして、教育を受けているわけですけれども、それは全然今の義務教育とは違ってですね、ここにも書きましたけれども、任意と相対で、成り立っているようなものです。どういうことかというと、別にその地域にある寺子屋に必ず通わなくちゃいけないということはもちろんなくて、どの教育機関を選ぶのか、どういう先生に教えてもらうのか、何を教えてもらうのかっていうのは、そのお家とその先生との間で任意で決められることですし、先生との関係も当事者同士で契約しますので、まあ学校というよりも塾とか家庭教師の方が近いのかなと思いますけれども、教育に関する考え方というのはつまりそういうことなので、なんで地域のみんなで負担してやらなくちゃいけないんだっていう考え方も別におかしくはないということなんですね。例えば明治12年の一等郡という今の姫路あたりですけれども、これちょっと氷上の事例ではないですけれども、これによりますと、隠蔽、未納者のごときは処分法のあるばり、一人学費に至りては根徳節意を加えるまでで、たとえ貯蓄あるものにして傲慢に節意に伏せずといえども、処置するところの、ところなき時はいたずらに多弁を、必須のみということで、任費というのは、地域住民の負担で出すお金ですけれども、今で言うと何ですかね、町内会費とか、あるいは自治会費というふうに捉えてもらえればいいかなと思いますが、これを納めない人がいるときは、普通は納めなかったら何かしらのですね、罰則みたいなのがあるんですけれども、学費に関して、教育のお金に関しては、根徳節油、お金払ってくださいよというまではできるけれども、別に処分法もなければ特に何か罰することもできないというような当時の状況でした。ですので、そう考えますと、中期住民の負担として教育に関するお金を出すというのは、あまり当時はまだ常識ではなかったということですね。例えば何か学校できてるけれども、自分別に子供もいないし、なんでお金払わなくちゃいけないんだというような人が出てきても別におかしくはないということです。なのでなかなかこう地域からもお金集めにくいという状況もあったんだろうと思います。で、氷上郡における教育をめぐる費用負担について、少し見ていきたいと思います。
次ですね、まあ、先ほど見た通り、まあ、授業料もそんなに集められないし、地域負担にも頼れませんよということで、まあ、政府の補助も、まあ、あるといえばありますけれどもそんなにもらえないという中でですね、非加入群の教育環境というのはなぜか充実しているという状況が次に見るところです。次の表は、田島丹波の国の授業料学校新設に関する、まあ、表になっているんですけれども、見方としては、お配りした表6を見てもらった方が、分かりやすいですかね。一番2つ表がありますけれども、左側の表が明治8年時点、右の表が明治9年時点の表になります。左から見ていきますと、まず学校数というのは当時どれだけ学校があったのかというのを示したものです。で、授業料無と書いているのはその学校をいくつか学校あるうちで授業料を取ってる取ってない学校がどれだけあるかというのを示したものです。例えば城崎郡だと学校は18ありますけれども、授業料なしの学校はないということで全部有償、ちゃんと授業料を払ってくださいよという学校です。で、その割合を示したのが無償率です。これを見ますと丹波の非加入群というのは57個学校が多いんですけれども無償率が47個あるということで、無償率でいうと 82.5% だということなんですね。まあ、二方群とか 100% とかありますけれども、学校数自体が少ないので、そう考えると非加入のこの授業料の無料率というのはなかなかかなり高いんじゃないかと調べててすごいなと思ったんですけれども、もう一つですね、教育の充実具合を測るものとして、学校がどれだけ新築されているのかということです。左側の、まあ、学校数とまた比べてもらって、新しい例えば城崎郡だと18校のうち6校は新築なんだということで、まあ、新築率 33% になります。それに対して非加入郡は、57校のうち29校が新しく作られた学校になっていて新築率 50%ということで、これはですね、当時の豊岡県下ではおそらく、ナンバーワンだというような、そういう非常に教育に、まあ、充実する環境がですね、明治8年明治9年の段階すでに、まあ、構築されているんだということで、すごい不思議な状況が出てきています。で、まあ、これまで、まあ、くどいのぐらい説明してきたように、地域負担であるとか補助金でもなかなかこう不足した分については あまり、まあ、もらえないわけですので、そういう時にですね、なんでこんだけ充実した環境ができてきているのかというのを考える時に重要なのが、有力者からの学校費の権能があったからなのではないかというのが次の点です。これは明治8年1月の稲畑学校新築の例ですけれども、建築費というのが当時404円必要だったと、すいません、学校新築するのに赤い字で書きましたけれども479円必要だったところを、稲畑村の赤井若太郎ほか116名、佐野村の村山矢後平ほか49名、そして保坪村の徳田林之助ほか23名の寄付金と、さらに稲畑村の新官であるとか、あるいは海馬の士族の人が、まあ、かなりですねお金を寄付して合計489円集まったということで、その財源を持って学校が作られたということです。おそらく私が見ている限り非加入郡はこういう事例が多いんじゃないかなというふうに思います。なので、こういったですね各村の、名士名簿家を中心に教育学校が、まあ、地域の発展とかそういった公共の利益に資するものとして認識されているからなのか、まあ、ちょっとよくわからないですけれども、積極的にこう学校や教育にお金出していこうっていう、そういう意識があったようです。これは別にさっき言った民費とか教義費みたいに義務として出させているわけじゃなくて、自分たちから主体的に一応出しているということになります。しかも新築校舎の分布というものをちょっと今日は載せてないんですけれども、見てみるとある程度こう地域的にですね、固まってその校舎が新しく作られているということもあって、何かこうなんか隣の村新築の新しい校舎作ったらしいぞというような情報が入ってきて、じゃあうちも作らないといけないなというような、そういう状況があったのかもしれないです。
まあ、こういったですね時期も12年頃から少し変わっていきまして、この頃に光見軍という、光見軍の全軍の会議、町村連合会という各村の各町村の代表が光見軍にこう集まって、会議するという場で、こういったお話がなされています。奨学資金の義は文部省または地方税中より補助を受けるほか、すべて教義費に属すべき性質にして、各自指定を教育するは府警の免るべからず責任になれば、したがってその費用を出すべき義務あり、しかりしかしてその教義費たる、速攻の勢い全く放任して学府の適宜に任せるときは、あるいは費用を責任するの念より富に学事の対抗を表さんとするも計りがたし、故にしばらく全町村連合会の議決に伏し、軍内等しく学士を取り立て学区に割合して直ちにその学校へ分配せんすということで、まあ、この時期になるとおそらく軍長だった伝定吉がかなり積極的に動いているような私は気がしているんです。ちゃんとあの教育小学校に関する費用というのは地域住民の負担で出さなくちゃいけないんだというようなことが認識されて、それが実際に実現されていくということです。教育費というのは各町村から集められるその自治会費とかあの区内費みたいなものだと思ってもらえればいいですけれども、そういったものをちゃんと集めるんだということがここで議決されていまして、実際に数字を見ていると兵庫県の他の軍に比べて光見軍はなんか教育費か多額の教育費が支出されていて、かなりあの教育に力入れてるんじゃないかなというのが分かります。この辺りから、まあ、地域の人みんなちゃんと負担しなくちゃいけませんよみたいな新しい常識ができてきたのかもしれません。では、高倉小学校という東足立の小学校はどういうふうに作られたのかというのを、細見さん細見和平次さんですね、彼の活動を通して少し見たいなというところです。東足立村の高倉小学校というものはどういうような変遷を経ていったのかというのが次に示したものです。まあ全てを説明することは、しませんけれども、明治6年の6月に東足田、田稲葉、そして、小谷、口塩区の4か所をもって確保とし、東足田書院寺を仮校舎とする数校館という、まあ、貝原藩がもともとやっていた藩校の、流れを組むものですけれども、刷新社というような分寮を開設しました。でこの刷新社というのがよく明治7年には高倉学校というように改称していくことになります。でしばらく高倉学校、高倉小学校という名前でずっと続いているんですけれども、明治16年8月に、それまで仮校舎としていた松陰寺から、移ってですね、東足田のあざ、流れ田というところに新しく新築の校舎を作った、2階建ての新築の校舎を作ったということが、分かっています。これがまあ後ですね、さまざまな改変を経ながら足田尋常小学校になっていくということです。はい、高倉小学校の新築ということで、先ほどですね光見軍というのはかなり高いあの小学校の新築率があったんだということを触れましたけれども、青脇地域は、それと比較するとそこまで進んではいなかったのではないかというのが、表の7番ですね。これはですね、各学校名がまず左に書いてあって、でその学校というのがどの村にあったのかということです。残念ながらどの村からどれだけ通っていたのかというのはちょっとわからないんですけれども、大体の目安にはなるかなと思います。で、設立年いつできたかというのが書かれていて、これは調査年というのはこれ文部省が作った資料によっているので、明治6年、じゃないですね、明治8年から明治10年まで調査がなされていて、その結果をそれぞれまとめたものです。でこれを見ますと、校舎ですね、校舎の欄を見ていくと、
表の 1,2,3,4 5番目の、シグラ学校ですね。古元にあったシグラ学校は明治8年の段階で新築がすでにされているということと、一番下の遠坂ですね、遠坂学校も明治8年に新築されていますが、それ以外の学校に関しては寺院であるとか民家を、転用しながら利用していたというのが実情のようです。なので新築された校舎はその乱だと所有のところですけれども公有になっているのに対して他の校舎に関しては借用というように書かれていると思います。で、まあ、当時の小学校の規模がだいたいこれぐらいかなっていうのが次の教員とか、生徒の数でわかるかと思うんですけれども、一つの小学校に、まあ、多くて3人ですけれどもだいたい1人しか先生がいないんだということですね。で、まあ、生徒に関しても、まあ、女の子も通っていますけれども、どうでしょうかね、そんなにたくさん生徒がいるわけでもないかなと。ただそれでも生徒100人ぐらいに対して先生1人だと面倒見きれるのかなというのはかなり疑問に思うと思うんですけれども、それに関してもこの後ちょっとその謎が解明しますので、後でまた聞いていただければと思います。で、高倉小学校の新築の動きというのは、実は明治8年ぐらいから少し動いているようでして、明治8年7月、そして明治11年の4月に高倉学校の付属地、高倉学校があるのはその神社の境内の中の お寺で、小学校を開いていましたので、おそらくですね、その敷地というものをなんとか願い下げて払い下げ、地域住民の土地として使えないかということで払い下げの願いを県の方に出していたようです。これが実際にどうなったのかっていうのはちょっと今のところわからないですけれども、おそらく払い下げ自体はされていないのではないかなと思います。細見喜一さんの日誌によりますと、明治14年の9月頃から高倉小学校の新築の、建立が始まったんだということが日誌で書かれておりまして、明治16年には、奥が移り候ということで、先ほど、小学校の変遷で書きましたけれども、この段階で、あざ流れたにおそらく移築されたんだろうということです。でこの小学校新築に関しては東芦田村の有力者である細見和平次も大いに関わったんだというのが次の点です。細見和平次さんの来歴というものは、別に氷上軍師とか見ても細見和平次さんのことあんまり出てこなくてですね、今回おそらく来歴を初めて紹介するんじゃないかなと思いますけれども、1840年代ですね、江戸時代の後期に、お父さんの細見佐治右衛門という人がいますけれども、この人から家名を相続したようです。そして1850年代には東芦田村の庄屋も務めていました。で、このままずっと庄屋をやるのかなと思いますけれども、そうではなくて1860年代、もう幕末になりますと庄屋職を、兄の細見菊之助という人に譲ります。ずっと触れている日誌を書いている細見喜一さんは実は長兄ではなくて次男だというのが今回調べてて分かったことです。明治2年頃には凶作があったようで貝原藩に7貫600文を寄付しています。これは300人以上で寄付者の中でも、まあ、32番目に多いということで、まあ、かなり、お金自体は持っていたんだろうということです。まあ、その後の経歴については、まあ、下に書いている通りですけれども、まあ、東芦田村の副校長をやったりだとか、あるいはですね、あと触れておくべき点としては、明治14年頃に氷上と滝の分界に、金ヶ坂という、まあ、帯同トンネルですね、それの作通費用としてさらに30円を寄付しているだとか、かなり地域にこう貢献していくような人だったということです。で、町村制が施行された明治22年以降ですけれども、芦田村ができますが、芦田村の初代村長も務めていると、そういう方です。で、明治27年頃には芦田村の村会議員にも選ばれていて、かなりですね、ご活躍されたと。
今見てる資料だと明治33年ぐらいまでご存命だということが分かっているんですけれども、その後いつ亡くなったのかはちょっと今分かりません。まあ、少なくとも言えるのは江戸時代後期から明治の前期までの間、地域の公職を歴任したんだということですね。続いて高倉小学校と細見平次の関わりということで、明治12年の教育令によって従来の小学校の制度を廃止し、毎町村または数町村を連合して学校を設置するという方針が示されました。この新しい制度において旧制度の学区取締りの職務は各町村民の選挙された学務員というものが務めるようになります。学区取締役とは一体何だというところなんですけれども、下に簡単に書いております。小学区20から30ごとに1人学区取締役というのを置いて、区内の人民をこう誘導して就学させて、学校の設立や保護あるいは費用の使用を図るなど、そういったことを担任するのが学区取締役という役割でした。豊岡県では各大区に2名ずつ置いて、第18大区には三河六郎、安田上右衛門、絹川佐兵衛、足田達左衛門などが順次任命されたようです。学校や学校の設立や就学経費の管理などを担当する重要な役割が学区取締役です。この学区取締役がこの学務委員という新しい職に移植されていくということになりますけれども、このですね、学務委員が誰がなったのかっていうのは今のところあまりよく分かっていません。ただ、注目すべきは明治13年の改正で、学務委員には戸長ですね、村の、村長的な人ですけれども、戸長は必ず加わることになりました。なので、先ほど経歴を見た通り、細見平次さんも東芦田村の戸長を務めていましたので、この学務委員に、なったということです。喜一さんの日誌を見ていると、明治14年時点ではもうすでに戸長を辞めていたようなんですけれども、その後もですね、明治14年10月から15年の7月まで学務委員を務めていたんだということが日誌に書かれておりますし、また、足田新九郎というこの方も確か、後に足田村の村長をされた人だったというように思いますけれども、彼とともに学校新築係というものに任命されておりまして、おそらく、新しく、新築するに際して非常に精力的に動かれたんだろうということがわかります。なので、この地域において就学の向上であるとか学校の新築に大きな役割を果たしたのが細見平次さんだったんだろうということです。こういったですね、小学校を巡る動きを見ることで丹波の、地域社会の特質の一つが少し見えてきたんじゃないかなと思います。早い時期から学校の新築であるとか授業料無料が普及していったということで、同じく早い時期から教育に関する費用は住民負担で負担するというようなことが普及していったということで、なんでこうなったのかっていうのは今後ですね、細見さんの文書をさらに分析していくことで、こういったですね、寄付行為っていうのが江戸時代からおそらくあったと思うんですけれども、どういうふうにつながっていってるのかとか、そういうことがもう少し分かってくるんだろうということです。もう第1章でかなり長くなってしまって申し訳ないんですけれども、西から見る細見喜一の学生時代、明治初期の小学生と受験ということで、残りですね、時間で簡単に説明していきたいと思います。高倉小学校時代と当時の初等教育ということで、学生が交付された明治5年から明治12年の8月までの就学期間は次のように定められておりました。上等小学に4年まず通って、その後、上等小学4年と下等小学4年に分かれていて、学齢期に入った満6歳から14歳に至る8か年、通うようにということがまず定められております。なので、子どもたちは満6歳になると下等8級に入学して、半年ごとに定期試験というものを受けて、合格すれば1級ずつ昇級していくということです。
で、まあ、加藤の1級に合格したら今度は上等の8級に入るということで、上等から加藤それぞれ8から1級あるということで、まあ、順調に合格していったら8年で一応卒業できるということなんですけれども、今はですね小学校の義務教育が6年中学校が9年、3年の、まあ、合計9年ですけれども、この時期は8年間と設定されているわけです。ただですね、こういった就学期間はおそらく当時の人からしてみれば長すぎるんじゃないかというような意見がおそらく出ていて、就学期間の短縮というのが12年の8月以降どんどん行われていきます。兵庫県では明治12年8月に兵庫県官位教則というものを交付して、山間の僻地ではこんな生息通り8年間も就学するっていうのはなかなか難しいという状況なので、そういった地方においては下等小学3年、上等小学3年としてほしいということで1年ずつ短縮しました。でこれはおそらく兵庫県以外にもこういった取り組みがなされていたようで、政府も明治12年9月に出した教育令では下等4か年の16ヶ月間就業すればいいということで、大幅に就学期間を短縮したんですけれども、それによってですね、教育の質が悪化して小学校に通わない人がたくさん出てきたので、さらにまた改正を加えなくちゃいけないということで、14年には初等3年、中等3年、高等2年で、まあ、とりあえず絶対に小等の3年には通ってくださいよというにはなったんですけれども、まあ、その後事情がなければ中等高等にも通ってくださいというような、まあ、かなり改変が行われるようになっていきます。で細見喜一さんの就学ですけれども、彼が書いた履歴書によりますと、明治7年の1月に、まあ、学校に入学して14年の5月まで高等小学校に、高倉小学校に在学したということで、正確に数えますと、まあ、大体約7年半くらいは在学して初等をそして下等を、まあ、全科卒業したということになります。なので、彼は慶応5年の5月15日生まれなので、8歳で開設されたばかりの高倉小学校に入学して、新築の学校ができるのが明治16年なので、新しい学校ができる前には、まあ、卒業してしまったということで、大体15歳、16歳で卒業したことになるんですけれども、ここがちょっとどう考えればいいか私もまだ分かってないんですけれども、就学期間が当時は14歳までというようになっていたので、これだとオーバーしてしまうなというのと、下等4年、高等、上等4年で計8年のところを7年半で、まあ、卒業しているということなので、まあ、制度改変がどれほど影響しているのかわからないですけれども、すでに、まあ、高校生ぐらい、今でいう高校生ぐらいの年齢まで小学校にいたということが分かっています。で、まあ、先ほどですね、学校に先生が1人ぐらいしかいない状況があるんだということを説明したと思うんですけれども、実はですね、喜一さんも先生をやっていました。ただ正規の先生ではないというのが次の話です。高倉小学校卒業のということで、助教補助員としてというふうに書きましたけれども、彼が書いた日誌によりますと、小学校在学中の明治12年の4月14歳頃から、助教として給料をなんかもらっているみたいです。で、小学校を卒業した明治14年6月から明治15年の11月までの間も、高倉小学校の補助員というものを奉職して、これも給料をもらっているようです。これについて考えるには、当時の小学校教員ってどういうふうだったのかっていうのを簡単に見ていく必要があるんですけれども、まあ、当時の教育体系の学生にはそもそも教員にあまりなぜか重点が置かれてないようで、教員の任用規定すら何も記されていないというような状況でした。書かれているのは給料に関しては実際に通う生徒が自分してくださいよというそれぐらいしか書いてないんですね。なのでかなり県によって異なるような状況だったようです。豊岡県では明治6年に、教師中優れた者を教頭、その他を教師、助けなどと評して、教師は1円50銭ないし8円、助けは25銭ないし50銭の給料を与えられ、同年末には教員の世話役と称したなどと、まあ、書かれています。明治9年には、官立の師範学校ですね、まあ、教員養成の学校
および、師範伝習所という、まあ、これも教員養成の場所なんですけれども、その卒業証書を持っていない、有していないものは、全て県が実施する学力検定というものを受けてください。それに合格すれば、まあ、訓導であるとか、あるいは準訓導のような、一応正規の職員として認めますと、いうようなことを言います。まあ、先ほどの淡路地域の小学校の事例も見ましたけれども、明治9年頃、兵庫県内では生徒数50未満の学校が全体の 35% を占めておりまして、教員数が1校1人の学校が 40%、2人の学校が 23% で、まあ、大体全体の6割から7割は、先生が1人か2人しかいないような学校だったようです。やはり、まあ、当時ですね、そんな教員養成を受けた、ちゃんと訓練を受けたような先生がそんなにたくさんいないというのもありまして、田舎のですね、地方の学校でそんな学歴のある人を雇うというのがなかなかできないような状況もあったようで、そう簡単には得られないということです。なので、その代わりとしてですね、各地で補助員というものが採用されていきます。これが、まあ、明治初期あたりの学校教育の一つの面白い特徴かなと私は思います。補助員って何なんだろうかというところなんですけれども、明治12年の政府が出した教育令では、第37条で教員というものは男女の別なく、年齢18年以上たるべしというふうに規定されているんです。規定されております。これに対して兵庫県が、これってどういうことですかというのを伺いを出しました。どうも各ですね、兵庫県内の町村から、こういった無資格の教員について、まあ、こんなですね、18歳以上じゃなくても大丈夫なのかっていうのが、政府に伺っています。続いて、資料3のところですけれども、教育令、これは兵庫県が文部省に伺った文書になります。教育令第37条、男女教員年齢の制定、これあり候のところ、乾村僻地、まあ、地方の田舎のことですけれども、僻地においては、視力乏しく、十分の教員数名併用候補儀、実際、行われがたしということで、まあ、そんなですね、何人も教員雇うことは難しいですよということをまず言います。そのために、教授上差し支え候補につき、尋常教員、まあ、通常の正規の教員のほかに、年齢18歳以下といえども貧困法制で、相当、まあ、学力がある人間というものを商用いたしたし、義務を負っておよい伺いで候補向きもこれありということで、まあ、事実、余儀なく相聞き候補につき、右らの者に限り当分雇いまたは補助員等の名義を持って教授をいたさせ候補をつかまりつかまつりたし候補と上ということで、まあ、下にも書きましたけれども、教員の給料というのは、まあ、生徒や地域というものが負担していくので、経済力が乏しい地方というのはなかなか十分教員の数を確保できないという状況がありました。なので、まあ、政府は18歳以上じゃないと教員じゃないというふうに言いますけれども、18歳以下でも貧困法制で相当学力があるのであれば、雇いや補助員として教授、学校の教員として雇わせてほしいというのが兵庫県が伺ったところです。それに対して政府が言うには、書面伺いの趣は年齢18年未満のものといえども、教員にあらずして雇いまたは補助員などの名義を持って、授業を助けしむる義は妨げなき義と心べくことということで、教員でないものに関しても雇いや補助員の名義で授業を助けるのはそれは別に構いませんよということで、無資格教員採用についてですね、兵庫県は、まあ、一応政府からお墨付きをもらったということです。そういった流れを受けて、各地方に兵庫県は達しを出します。それがその下のところでして、教員の義は、教員の義は教育令第37条の文献をこれあり候のところ実地やむを得ざる校に限り年齢18年未満のものといえども学力相当のものは雇いまたは補助員の名義を持って授業を助けしむる義は妨げなきはずに候というようなことを言います。
相当の学力ってどれくらいだろうということなんですけれども、どうも当時の基準とすれば、まあ、現在の感覚でいうと小学校6年生を卒業する程度の学力があればとりあえず良かったようでして、その測り方というのも学校長が試験もしくは、まあ、適宜の方法でこれを測って学力の証明書を添えて学務員に経由して郡庁に提出するというような流れになっています。ですので、まあ、当時ですね、なかなか教員が確保できないということもあったので、小学校教員の3分の2というのは補助員あるいは授業生などであり、当時の小学校には、まあ、本当に今の中学生ぐらいの13歳14歳ぐらいの小学校卒業したばかりの豆先生がたくさんいたんだということです。これを青垣地域に当てはめてみますと、次のようなことが分かります。明治16年に、調査されたものが残っておりまして、高倉小学校には補助員3名、授業生2名がいました。これは表8に載せているところです。中指の学校だけ教員まあ2人確保できてるんですけれども、それ以外の学校は教員1人しかいないということで、補助員や授業生というものをまあ各自確保していっているということです。高倉小学校について見れば、生徒数15名に対して、正規の教員やはり1人で対応するのは難しかったと思われまして、実質的には授業もしていたのではないかというふうに思います。文部省の回答では、その教員を助けるような役割をはしていいと言ってるんですけれども、兵庫県が伺った文章には、雇いまたは補助員等の名義をもって教授いたたせ候よというふうにあるので、実際は兵庫県としてはこれこの補助員や授業生も授業していいんじゃないかというふうに考えていたんじゃないかなと思います。実態としてはやはりこういった補助員なども授業していたのではないかということなんですけれども、兵庫県の規則によれば、補助員及び事業生の員数は毎校教員の3倍に過ぐるを許さずということに書いてありまして、高倉学校であれば、教員1人なので補助員や事業生は3名までしか雇っちゃいけないんですけれども、この表を見ますと5名は雇っているのでというか守ってない学校ばっかりなんですけれども、おそらくですね、なかなか守られていない状況があったんだろうと思います。続いてですね、じゃあこの補助員でどれぐらいの給料をもらっていたのかっていうのを、喜一さんの日誌をもとにまとめたのが表9と表10ですね。表9が、細見喜一さんの授業生補助員時代の給料です。明治14年の5月から2円70銭になると思うんですけれども、この時期から補助員になりまして、その前は授業生と呼ばれるものですね。授業生というのはまだ小学校在籍している人がなる、優秀な小学校の生徒が、まあ、補助的な役割で入るのに対して、補助員というのは一応小学校卒業した人がその後、まあ、雇われるという形になるので、かなり、まあ、お給料も少し違ってきているのが分かるかと思います。まあ、これがこの月給が高いか安いかっていうのはなかなか判別しにくいところですけれども、教授が、喜一さんが、まあ、買ったものをいくつか私が適宜して、表にまとめたものです。まあ、財布とか、散髪したりとか手帳買ったりとか、まあ、風呂敷買ったりとかしてると思うんですね。これが、まあ、当時の物価といいましょうか、どれぐらいかかっていたのかということなので、まあ、安いのか高いのかっていうのはなかなか難しいところです。はい。で、喜一のこういった、まあ、月給の受け取り止めを見る限り、明治14年6月以前からやはりこう助教ですね、授業生とも呼ばれますけれども、そういったものとして給料を受け取っていることが分かります。で、喜一さんはこういった、まあ、お給料を受け取ってますけれども、こういったですね、日誌を見てますと、受け取った金額の下に父渡しとか父入れというふうに、というかほとんどそう書いてありまして、収入のほとんどは父は平次さんに渡していたというふうに思われます。で、まあ、もう最後の方ですけれども、師範学校の入学を目指しているということになります。まあ、この当時ですね、小学校卒業後の進路っていうのは別に今ほど明確になっていなくて、中学校に入る人を中学校じ中学校
中等教育自体が実はあまり整備されていない時代でした。なので、まあ、今のように中学校、高等学校、大学というような単純な系統構造にはなっておりません。複雑で多様な進路が用意されていたということで、まあ、教育史研究の分野なんかでは現代の学校が単線型なのに対して近代の学校は伏線型だというふうによく言われております。この時代だと、まあ、裕福なエリートや、まあ、裕福な家庭を別にした多くの人はもう小学校を卒業した働きに出るというのが当たり前なので、これ以上、まあ、学校には通わないということになります。皆さんにはお配りしているのは表になりますけれども、パワーポイントもうちょっと小さいのであれですけれども、あの一番あの幅のあるもの、左の表が、明治5年の学生による制度なんですけれども、まあ、下 の、 あの大きい部分ですね、あれが小学校の部分で、その後の進路というのが非常に多岐に分かれているというのが分かるかと思います。なのであのいくつでも進路があったということです。はい、高等教育機関の入学と学力ということで、当時はまあ中等教育機関があまり十分整備されていないというような状況でした。ただ一方で何か出世したいと思えば、今の、あの今と言いましょうか、高等教育機関何らかの大学ですね、そういったものに入らないとなかなかエリートになれないというところもありました。ので、そういった高等教育機関の入学試験では中等教育機関がちゃんと整備されていないことと対応して従来型の、まあ、知識である漢文的素養というものやあるいは、西洋的知識ですね、算術や外国語や歴史というものの処方を問う、そういう試験が出される傾向、問題として出される傾向になりました。こういったですね、漢文的素養が必要だということで当時あの漢学塾がかなり隆盛したようです。細見喜一さんもこの後漢学塾に入りますけれども、明治10年代の高等教育機関は、どこで学んだかよりも学力が必要だったということです。喜一さんは高倉小学校の補助員を務めながら小学校等の玉島常太郎か長太郎か読み方は分かりませんけれども玉島さんという先生に師事して漢学、理化学、算術を修業しました。玉島さんにも簡単に触れておきたいと思います。玉島さんは文久2年に竹郡の笹山で生まれました。喜一さんの日誌によれば明治10年の10月に高倉校へ入校してきて14年6月10日に退校しました。でその後武田の方に移って明治20年には武田小学校より国領村の小学校に、校長に転任されたようです。正殿、直にして、総民学識また高く人の指標として軍監督を備え金剛老用の警護を集めたというふうにされています。明治31年で、まあ、37歳で若いですけれども亡くなったということです。こういったですね、喜一さんの日誌の記述が正しければ15歳の頃にはもうすでに小学校で教鞭を取っていて、しかもおそらくこれ正規の教員として教鞭に教えていたというふうに思われますので、かなりしかも年齢的には喜一さんが慶応元年生まれなので2年ほどしか変わらないんですけれども、かなり若い時から学校で教えていたようです。喜一さんはこの玉島さんをかなり慕っていたようでして、日誌なんか見ていますと細見喜一さんと、まあ、いとこなのかかなりの親類筋だと思いますけれども細見喜作という人が、一緒に玉島宅に起立して、過ごすというようなこともあります。おそらく住み込みで勉強を教えてもらってたんだろうと思います。細見喜作さんというのは細見弥平次さんという人の息子らしいんですけれども、現状どういう関係かはよく分かりません。ただなんか弟みたいな存在としてよく日誌には出てきます。この喜作さんも明治14年8月に、下武田の明進校という学校で、補助職を奉職していることが分かっています。まあ、ちょっと時間の関係もあるのでここは省略しますけれども、まあ、玉島常太郎が小学校高倉小学校に赴任したか、まあ、1年の始まりにおそらく祝辞を述べた文が日誌に書かれていて、これはなかなか貴重なものだと思うんですけれども、赤文字で記したところを少し前からだけ読みますけれども、みよ、諸君、王君、文化の盛んなる三尺の同志もなお主を見ざるなく、
公孫管理すらなお富岳の等なくなお独占を聞かせざることなきに至るということで、まあ、このですね全体として玉島はこの高倉小学校周辺の教育環境として義務教育が徹底されていると言いましょうか、みんなちゃんと学校に通っている勉強している状況があるんだということで、まあ、祝辞なのでどこまで本当のことを言っているか怪しいですけれども、かなりですね就学率も高かったんじゃないかなと思われます。で、こうした玉島さんのところで勉強した後大阪神戸の方に留学していくというのが、まあ、最後です。橋本私塾へ入塾ということで明治15年12月から16年2月までの間、神戸区の橋本私塾というところで漢学の修業をします。橋本塾の先生が橋本海官ですね。海官というのは画豪ですけれども、彼は嘉永5年に明石藩の士族で儒学者の橋本文水と正のことを知っておられます。明治から昭和にかけて儒学者文人教育者として活躍して、まあ、近代日本の画家である橋本清雪の父でもあるということで、結構、まあ、明石では有名な人らしいんですけれども、その人のもとで教えを受けると。明治10年には神戸師範学校の彼は教員になって、これを機に神戸に移ったようです。塾費は月に食料が3円50銭で月謝は50銭で総計4円だったようです。どうも細見喜一さんは神戸師範学校に入学しようとしていたようで、まあ、この先生実際に師範学校で先生やってる橋本さんのところで教えを受けて、まあ、予備校的な感じで通っていたんじゃないかなと思います。で、まあ、その年はちょっと神戸師範学校には入れなかったようで、その後ですね、その橋本さんの元を離れて大阪実学校という大阪の東区にあった小学校に、小学校じゃないですね、これ私塾に入ります。そこで渡辺良郎の下で漢文及び算術修行を行います。このですね大阪実学校やあるいは渡辺という人物も私が調べた限り何も出てこなくてですね、詳細は全くわからないんですけれども、喜一さんの日誌には小学校の、まあ大阪実学校の規則として次のようなことが書かれています。即週60銭、即週というのは初めて市を訪れるとき、まあ、増物として持参したもので、入門する際にお金をまあ渡すということです。それが60銭必要だと。それは入学の当日に納める。でそれ以外は毎月初めの5日までにこれを納めるということで月謝が75銭、またそれとは別に各科の専門で漢学が35銭、山岳が30銭、英学が25銭ということで、漢学をしているのが一番お金かかるんだということです。で、まあ、月費通学生や月報入学生や、まあ、なんかいろいろ形態があったようです。通う人もいれば、そうでない人もいるということですね。で、まあ、最後、都市社会における同郷のつながりですけれども、このなんで大阪の実学校なる謎の学校に入ったのかというのは、おそらく、実学校に寄宿しながら通っている足立純一という市原村の、同じ丹波の氷上郡の市原村の、人物と関係しているのではないかと思います。喜一さんは入塾前にこの人と会っていまして、この人のなんか紹介があって入ったような感じもします。どうも同郷のつながりがあったようです。入塾してからも同塾生として一緒になんか服とかを質に入れてお金を借りたりとか、かなり一緒に行動していて、引っ越しする際もかなり手伝ってもらっているということもあって、まあ、かなりですね生活するにあたって助け合いをしていたんです。喜一さんは他にも下武田村の吉田亀太郎へ師範学校の入学試験でどんな問題が出たかとかいうのを故郷に書簡で送ったりもしていたようで、結構ですね同じ同郷のつながりがあったのではないかと。やはり縁故のない土地で暮らすにあたってこういった同郷のつながりが利用されたというふうに思われます。
で、まあ、その後の喜一さんですけれども、明治17年中にいくつかの師範学校を受験して、まあ、こういった留学の会もあって明治17年8月に奈良師範学校という、師範学校に無事入学することができました。できたんですけれども、どうもそのあたりからかなりですね、病気に苦しんだようでして、たびたび医者に行って薬をもらうというのが日誌の中にできます。でその都度学校に欠席届を出すという日々が続きました。何の病気なのかあんまりちゃんと書いてないんですけれども、17年10月28日の上には薬代として金50銭が計上されておりまして、これはですね、三藤太郎兵衛というものが使っている活気の妙薬西脚性七分というふうに書いておりましたので、おそらく活気を発症していたんだろうというふうに思われます。で残念ながらですね、師範学校に合格したんですけれども、卒業しないのは明治18年には帰郷してしまいます。でこの年からどうも細見さんじゃなくて塩見さんというふうに名前を変えているというように、日誌もですね見ていますと、細見喜一じゃなくて塩見喜一に名前が変わっておりまして、これは一体何なのかというところなんですけれども、おそらく、徴兵検査から何かしらこう猶予をもらうための策なのではないかと思われます。明治16年の徴兵令改正では、まあ、全国の男子年齢満17歳より40歳までは兵役に服すべきというふうにされていまして、基本的に兵役の免除というのはできないと、猶予はあっても免除はありませんよというのが当時の規定でした。で猶予の基準としては戸主あるいは戸主年齢60歳以上の志士、現役兵の兄弟1人、特別猶予の適用としては官公立学校教員、官立大学の学校生徒などなので、あのまま師範学校に在学していれば一応猶予にはおそらくなったんだろうと思いますけれども、こういって卒業しないまま帰郷してしまって、でちょうどですね明治18年に、細見喜一さんは20歳になります。で20歳になると徴兵検査を受けなくちゃいけないということになっているので、おそらくこう塩見さんのお家に養子入りをしたのではないかというふうに私はちょっと推測していて、まあ、その塩見さんのお家の戸主が年齢60歳以上であれば一応猶予されるということなので、そういったものを考えていたのかもしれません。まあ、結局ですね、その後は一定以上の教育を受けた人として地域社会の上に関わるということで、芦田村の3代目の村長や氷上の郡会議員を務めていきました。明治中後期になると江戸時代までの家柄だとか、そういうですね地域運営の実績だけだと有力者と見なされなくなるような状況が次第にできていて、その時に重要になってくるのは一定程度の学歴ということで、なります。まあ、卒業しないまま帰ってきましたけれども、やはり地域の中では教育がかなり受け入れた人でもありますし、まあ、頼られる存在だったんじゃないかなと思います。はい、長くなってしまいまして申し訳ありませんでした。今回は細見検問所の分析を通じて学校教育の側面から丹波、氷上地域の特徴を垣間見ることができたのではないかと思います。親子数代にわたる資料が残っているということで、まあ、喜一さんに見られるような制度を作って運営する側と、制度の中で、まあ、学校に通うような喜一さんですね、生きる側の双方から地域社会の歴史を焼くことができるんだということで、ここにですね細見検問本庄の持つ一つの可能性があるんじゃないかなということで、今後もですね様々な活用が期待されるのではないかと思います。すいません、なかなか長い話で申し訳ありませんでした。ご清聴ありがとうございました。